という感じでございます。はい、でまあ電源スイッチとですね。でまあファンがありますけど、まあ当然その中にアンプが入ってるんで、はい、でかなり高出力で、そうですね、2000ワットありますね。2000ワット、はい、まあ、2000ワットっていうのはどんだけやばいかっていうのはですね後で説明するとして、そのやばい、出力をですねこう冷やすためにちゃんとファンもついてるという、ね、そうですね、はい、はい、いうことで、あ、まあ安心だというところでございます。そうですね。であとまあこれちょっと見にくいんですけど、持ち手が天面にあります。そうですね、はい、はい、ですね。で2000ワットなんて言ったら、はい、2000ワットのアクティブってアナログのアンプの時代にはもう持てないですよ、ね、持てない多分、うん、そうですよね、とんでもないんですよ本当に。だからなんですけど、これがデジタルアンプになることによって、あの一応この取っ手で持てるっていう、はい、まあ思いは重いけどね、はい、という感じでございます、はい、そうですね。で、まあまあ肝心なですね、はい、音の方なんですけども、まあ皆さん結構これ12インチっていうと、はい、インミュージックさん、これデノン DJ です。はい、で重森さんはインミュージックの人なんだけども、はい、インミュージックっていうのは音楽グループの会社で、何個かブランドがありますけど、はい、アルトっていうブランドがあって、まあいつもこの動画を見てくれてる人はご存知かもしれないけど、かなりお買い得な、そうですね、いわゆる PAA と言われる、あのカテゴリーを扱ってるブランドになりますね。はい、はい、あのスピーカーブランドがあるんですけど、はい、それと大きさは一緒ぐらいなんですよね。はい、なんだけどこれに関してはもうパワーが違うと。そうですね、これぐらいのサイズの、うん、いわゆるそのパワードスピーカー、アンプ内蔵のスピーカーですと、うん、なんだったら200ワットでもおかしくないぐらい、200ワットでもおかしくない、おかしくないと思いますね、うんうん、それが本当にゼロ1個多いので、うん、やっぱりこっちの方がびっくりするぐらいですよね。2000あるのっていうぐらい、あのパワーとしては出ますね。どれだけ、どうやって表現すればいいんでしょうね、これ YouTube で。そうですね、これ一発で、はい、どうだろう、本当にミニパーティーでこれ一発だけでだよ、はい、一発だけで、はい、まあぼちぼちのさ、もうさ20人30人ぐらいのパーティー全然できますよね。そうですね、これだけで、それ、はい、これ1個だけで、はい、できちゃいますね、はい、できます。はい、はい、だからこれがもう本当4つとかって言ったら、はい、もう全然、まあ、かなり、そうですね、もう、はい、多分150人とか200人とか余裕でいけますよね、うん、そうですね、はい、例えばこのさっきのウーファーの方とこれとセットでとかっていう形ですと、うん、いわゆるそれのペアだけでかなりの、うん、あのいわゆる規模のイベントが成り立っちゃうかなと思いますね。うん、もうウーファーに関してはですね、さっきも鳴らしましたけどもう危険です。そうですね、多分もう震度1ぐらいありましたね。ちょっと部屋全体が揺れてましたからね。ちょっと地震かなこりゃっていうぐらいの。そうですね、ちょっと一応まあ一回聞いてみましょうか。そうですね、やってみましょうかね、はい、ちょっとじゃあ、 あの陽介に鳴らしますんで、はい、はい、あのパイオニアのあのプレイヤーで鳴らします。はい、はい、じゃあちょっと音出してみますね。とりあえず8インチと、とりあえず8インチですね、はい、これ多分 YouTube では分かんないと思うけどね、うん、What you got is a black girl in BS But you can't hawk your pretty wares up in here 今は、まあ、大きな音出す、大きな声出せないと、大きな声出せばやっと会話が成立できるぐらいっていうのが、はい、時計で言うとちょうど10時ぐらいですよ。そうですね、短い針が10時のあたり、はい、そうですね、はい、はい、でも仮にこれを12時ぐらいまで上げると、ちょっとやってみて、ちょっとやってみますね。ね、はい、10時から12時にするみたいな。おお、うん。まだこっちの DJ の方も全然出してないですから。そうですね。だから8インチで相当パワーがあります。はい。はい、でそれを、じゃあ今度12インチともうウーファーっていう、もう極悪モードで、はい、やってみましょうか。いっちゃいましょうか。はい。はい、これ本当に極悪で、もう極悪っていうか、もうこれちゃんと営業でしっかり使っていただきますので。そうですね、あ、今回はもうお店の人とか、はい、こあの、はい、ご自宅でやるとあのおまわりさん来ちゃうと思う。いや完全に来ますね。来ます、はい、これははい、ホイターされますね。多分ホイターされますよこれはね、すごい。そうですね、危ないです、うん、だからあのちゃんと防音
あのしてるところでドッカンと、そうですね、鳴らしたい人、あとはもう本当に周りにたもう田んぼしかないという超田園地帯に住んでる人とか、はいはいはい、もうそういう人に限りますから、はい、これでですね、今、パイオニアの DJ コントローラーからこいつの赤白で送ってます、はい、でスルーで、下のサブウーハーですかね、ウーハーに送ってるという流れになります。はい、じゃあいきますよ。今でもこれカメラ揺れるぐらいだから本当に、はい、ちなみにこれで今、若干人為的な操作もありましたけどちなみにこれで今10時ぐらいです。どっちも、あ、10時ぐらいですか。サブウーハーもこっちの12インチのスピーカーも10時ぐらいのボリュームになってますね。なるほどなるほど。でこれ、PA のですねポールがあればですね、これちょっと、映してもらえるとあれなんですけど、ここですかね、と、ここの下にもポールがあります。はい、はい、これで、まあ、棒みたいなのが売ってるんですよ。はい、はい、それをつなげれば、この上がハイミッド、はい、で、サブウーハーという感じで、やればもう、そうですね、その辺の展示会なんてもうこれ、いや十分ですね、一組で全然大丈夫だし、まあお店でもどうだろう、ちょっとしたサウンドバーとかだったら、うん、もうこのコンビっていうかもう、そうですね、8インチ一発でもいいぐらいですよね、いいぐらいですね、サウンドバーでも、はい、